オ TV。 でもちょっと待ってくださいね。拡大点数機でレシートが出ませんので、まあ、毎週このナンバーラブで確認しますんでね。
ちました。で4265枚、完璧すぎる。やりました。いや、多分カメラを回してるですねディレクターはおそらく今日あたりはもう、あ、こいつ片手じゃ済まないぐらい負けんなと思ってたんじゃないかと思うんですけども、いやー、こういう時に限ってやっぱりね出すんですよ。あんなに出ると思わなかったですけど、ね、何が起こっちゃったのっていう感じで、いや、あんなのは本当久しぶりです。久しぶりで、ただね、それがまたこの8月7日っていう、もっと言うとこの新潟のスロットザップでっていうところにね、やっぱり一つなんかこう運命的なものを感じると言いますか、もう設定はねもうよく分かんないです。回なっちゃうと、まあ、結局通常時はほとんど回してないんで、まあ、初当たりも2回ですからね、2回当たってでもそこからこうですから、ちょっとねにわかに信じがたいような展開で、ただまあ結果が全てという部分では本当にね、初っ端の収録実践の時にも言ったかもしれないですけども、本当ありがとうですよね。ひとえに日頃の行いなんじゃないかと思いますので、僕先週はあの熱中症になるまで家族サービスしましたんでね、そのあたりのやっぱりあの日頃の行いっていうのも多かれ少なかれ影響してるんじゃないかと思います。まああの時々、まあ個人的な話になりますけども、本当ねここ1ヶ月ぐらい実はかなり苦戦してたんですよ。で若干ちょっと距離を置いた部分もあったんで、またちょっとこれを機にですね前向きに、うん、おぎどきと向き合えるような、まあ、一つのまたきっかけになったんじゃないかと思います。まあ、あの本当に8月7日とこの素敵な日に最高の思い出ができました。また次回お会いしましょう。さよなら。